令和6年10月22日、防衛省統合枠領幹部からのポストをご紹介。自衛隊は、10月7日から15日の間、ミクロネシア連邦のヤップ島において、米国主催パシフィックパートナーシップ千0 2 4から2に参加し、日米共同による緊急オペレーションセンターの補修、整備及び、第二次世界大戦の史跡整備を実施しました。南国の猛暑の中、 実施された日米共同による補修、整備活動及び指摘整備によって太平洋島諸国との関係が強化され自由で開かれたインド太平洋の維持、強化に寄与しました。続いて自衛隊は9月4日から10日の間ミクロネシア連邦のヤップ島において米国主催パシフィックパートナーシップ2024から2に参加し非米合化新共同による 現地医療関係者への教育をはじめとする各種医療活動を実施しました。同盟国等と連携した活動を通じ、太平洋島諸国との関係を強化し、自由で開かれたインド太平洋を推進していきます。続いて、自衛隊は7月15日から19日の間、バヌアツ共和国において、米国主催パシュフィックパートナーシップ2024から2に参加し、 日米共同での現地医療関係者への教育をはじめとする医療活動及び現地学校、病院等での音楽演奏を実施しました。医療活動に取り組む地域の方の真剣な眼差しや子どもたちの笑顔から同盟国等と連携したこの活動が太平洋島諸国との関係を強め自由で開かれたインド太平洋をまさに推進していると強く実感できます。以上です。 ご視聴の皆様からの感想もコメントよりお聞かせください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。